将来はヒバもプロダンサーかな。私フラを仕事にします。アローハー。今までで一番残念な新人たち。だってまだ3ヶ月あるから。ちっちゃくても大丈夫にゃ。人前で喋るのは苦手。いやいやいや、失敗なら誰にもあるし。私たちは仕事として踊るの。もっと自覚を持って。踊れない。こんなんじゃ見に来てって言えない。乗り越えられるよ。ここはあの時誰もが乗り越えたんだ。私たちにしかできないフラを踊りましょう。行こう。ひまわりが咲いて、お客さんをドッカンドッカン笑わせよう。私たちコントグループじゃないです。夏凪さんの踊り元気でいいね。頑張れたのはみんなのおかげ。一番残念な新人たちの誰も見たことがないステージの幕が今上がる。フラダンス